皆さん、こんばんは。スーパースタジアムの時間、今日から月火水木、毎週4日間、約3ヶ月間、全米大学バスケットボール NCAA の試合をお送りします。アメリカでバスケットボールと言いますと、アメリカンフットボール、それから、野球と並び称される、その人気を、あるいはそれをしのぐ人気を誇っているわけなんですが、その本場の迫力をですね、皆さんにお届けしていこうと思います。スタジオには毎回解説とゲストをお招きするわけなんですが、今日はおなじみの共同石油監督の中村和夫さん、全日本女子の監督もなさっております。それからコーチの本永正夫さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。共同石油は日本バスケットボールリーグ、そして前日まで行われましたあの全日本ストーンの、はい、優勝2冠獲得おめでとうございました。どうもありがとうございます。しばらく優勝から遠ざかっていましたので、優勝 の, この味わいというのは格別だと思います。はい、やはり勝負は勝たなければ嘘だと思いましたね。もう勝つと本当に苦しかったこと、それがいろんなことが全部忘れられて、やっててよかったと思いますね。そうです。13,241人、両チームの監督です。右、この白髪の方がアリゾナ大学のオルソン、そしてスタンフォード大学はモンゴリー。両監督のベンチワークも楽しいですね。そうですね。特に1986年にバルセロナでやった世界選手権のアメリカヘッドコーチですね、はい、オルソン監督ね、はい、さあ、場内にスターズメンバーなどが発表されていくわけなんですが、この場内アナウンスはボクシングとかプレスリングの場内アナウンスのような感じですね。私はいつもそう思いますね。本当に盛り上げますね。テイラーガードですね、はい、サンフォード大学。リフティは193センチ。カンフォードのポイントゲッターですね。バトラー、メイク、12センチ。アクスリーに193センチ。そしてこちらがモンゴメリー監督、メガネです。一段と本当に拍手が大きいですね。ファンの0ゼロマン、ものすごいジャンプ力のある選手ですね。2メーター8センチ、ダンクショットのものですね。拍手が多いですね。もうそうですね。フックは COOK って書きますから00って書きますね。なるほど。32番エリオット、2メーター3センチ。この選手に注目してほしいですね。オールアメリカの選手ですね、はい、23番トルバー、2メーター3センチ。20番マクミラン、198センチ。そして25番カー、この選手も世界選手権の代表選手ですね。オルソンは世界選手権でカーをしていらっしゃいましたから、去年はできませんけど、そうしますと1年ぶりの投手陣ですね、ということになりますね。これがスターティングメンバーです。ランキングナンバーワンね、はい、ね、世界で一番評価が高いチームですね。さあ、アリゾナクッツとサンフォードライフのジャンプで試合が始まりました。この縁起のユニフォームがサンフォード大学、白いユニフォームがアリゾナ大学。最初から激しいマンツーマンディフェンスですね。このアリゾナのディフェンスに注目してほしいですね。白いユニフォームですね、はい、どういうふうにこのついていくのか、
ここにスタンフォードは非常にミスの多いターンオーバーの多い選手なんですね。だからどれだけコントロールできるかが試合の大きな見どころだと思いますね。なかなか入っていけません、打てませんね。そうですね。ここで初めてシュートはできません。ターンオーバーですね。やはりあれだけのボールにプレッシャー、周りの選手出ない、周りの選手が完全にボールもらえないと、やはりミスが出てきますよね。今年のスターフォードの特徴としてはやはりミスが多いゲームが負けているという情報ですから、このスターフォードの方が現在カンファレンスでは2勝1敗の大体5位中盤、それからアリゾナの方は現在3戦無敗ということですが、そうしますとアリゾナ中心のこの皆さんになりますかね。そうですね。アリゾナの攻防の切り替えの速さ、ナイスパス、ナイスパス、あーすごい、ゴールした。はい、ファールをしたのはこの42番です。リヒティですね。リヒティ、今のカーのドライブインで点数引きつけてのここですね。カランのこのパス、一瞬の動きですね。そうですね。まあファルは取られましたが、パスする方もする方も受ける方もそう、それをブロック来るのもそう、ここら辺がバスケットのやる面白さですね。そうですね、はい、マクミランのフリースロー、フリースローのミスはさっき良くなったけど 63.2% そうですね、あんまり良くないですよね。この NCA クラスでフリースローパーセンテージはどのくらいで、いや非常に緊張状態でありますから、75% は欲しいですね。なるほど、はい、なるほど、ですね、対0とリード、あとプレス、また取りましたね。またターンオーバー、ダーン出た、早速ですね、早くも飛び出しましたね。これが盛り上がるんですお客さんも、はい、見事なダンクシュート、シュートがいつゾーンプレスですね、これからの切り替えの速さですね。アリゾナマクミランのダンクの後はナイスウェイク、これまたファール、やっぱり体の使い方ですね。あれは2メートル6ですからね。そうですね、はい、さあこのクックのゼロブルマン、ね、プレーを見てください。ここでよくかわして打ってますね。よく俗に言うダブルクラッチって言うんですよね。はい、ライトのファール。実は 62.4% とフリースローが出てるね。フィールドボールが 54% だ。フィールドボールはかなり食べたわけですね。そうだね。これ一気にアリゾナ、これゾンプレスなんだ。6回で、あ、出ましたね。はい、ゾンプレスがアリゾナに出てる。やっぱりテンポが速いですね、アリゾナの方は。両方の位置がまたちょっと変わると思うんですね。そうですね、1-1-3のマッチアップゾーンですね。ということはもうケースによってしょっちゅうディフェンス変えてくるということですか。変えるんですね。アリゾナはもうしょっちゅう変えるんですね。この辺を中川さん、田中さんに指摘していただきたいと思います。あ、結局ターンオーバー、やっぱりディフェンスがいいと思いますか。そうですね、アメリカンルールが今やはり45秒で攻撃しなきゃダメなんですね。45秒間の間にやはりディフェンスがこう変化することによって、ディフェンスが非常に戸惑うんですね。攻め方のパターンを変えなきゃダメなんですね。それをやはりアリゾナはうまくついてると思いますね。ただこれを訓練しないチームがやったら自滅するんですね。だからみんなどのチームも成功するわけじゃないんですね。はい、訓練されたチームだけができるんですね。またアリゾナ、ミドルシュート決まった。アリゾナ、23番のソルバート。大体平均で15点ぐらい取ってるんですか、ソルバート。そうですか。一気にこの8対0の先制。このパンチは効いてるんじゃないですか。効いてますね。もう先制攻撃はもう効いてますね。フリースローのマクミランのダンク効いてますよね、はい、アッセンの中でも。これようやく今はよく見て破って、よく見ながら綺麗なジャンプですね。はい、バックインサイド、はい、ストロングですね。オリンソルバート、やはりディフェンスにちょっと差があるような気がしますね。